ポーター。ポーター、ポルテは暗い色を持つエールに類するビールの一種である。ポーターは18世紀に開発されたビールである。焙煎した茶色麦芽を用いた点が特徴で、焦がした麦芽の方向とホップの苦さが味わえる。通常は香水ではなく軟水で醸造される。ポーターの中でもアルコール度数の高いものは、スタウトポーターと呼ばれたが、 その後、スタウトと呼ばれるようになった。スタウトの代表的なブランドであるギネス社のエクストラスタウトは1840年まではエクストラスペリオールポーターと呼ばれていたものである。ポーターという名称はテムズ川でロンドン市内まで運ばれた物品をしない各所に配送していた人々、ポーターが好んで飲んだことから来ている。18世紀古くなり、 酸味の出たブラウンエール、ベールエール、新しいブラウンエールの三種類を混ぜると呼ばれる飲み方が流行っていた。これは提供する店側にとっては手間のかかることであった。1722年、ロンドンの醸造家、ラルフ・ハーウッドというエールを販売したところ、これが好評となった。特に荷物運び労働者、ポーターに人気があったことから、ポーターと呼ばれるようになった。なお、 ポーターの名前には損を持ってきた時のハーウッドの掛け声からどの遺説もある。ポーターの製法はイギリス全土に広まっていったが、ロンドンの水の影響なのか、ロンドン以外の地域で作ったポーターは味が落ちることが多かった。このため、ロンドンで作ったポーターをロンドンポーターと呼んで区別することもある。初期のロンドンポーターは現代の基準で見ると濃いビールだった。 1770年の液体比重計を使った試験では、ポーターは初期比重1071、アルコール度数6.6%と記録されている。ナポレオン戦争の間の増税のため初期比重は1055まで下がり、それが19世紀いっぱいまで続いた。このビールは大いに評判を得たので、種々様々の強さの中のポーターが製造されるようになった。 初期比重1066ぐらいのシングルスタウトポーターに始まり、初期比重1072のダブルスタウトポーター。ギネスはこれの一種、初期比重1078のトリプルスタウトポーター及び、初比重1095のインペリアルスタウトポーターなどが生まれた。19世紀が過ぎるとともに、こうしたポーターの足は徐々に消えていった。しかしながら、英国のビール醸造者は、 様々なポーターとスタウトの両方を指す総括的な用語としてポーターを使用し続けた。大ロンドンのポーター醸造所は温度計1760年頃及び液体比重計1770年のような多くの技術を開発した。液体比重計の導入はポーターの性質を変容させることになった。最初は ポーターは、褐色の爆画100%から醸造されたのだが、使用した爆画の反応割合を正確に測定できるようになったので、褐色の爆画は白い爆画より安いが、発酵性の原料の3分の2しか製品にならないことが分かった。織氏も、ナポレオン戦争の費用を捻出するために増税されたので、ビール醸造者には使用する爆画を減らす誘因があった。彼らの解決法は、 白い麦芽の割合を増やし、着色料を加えて、予定の色調を得ることだった。1816年に、ビールの生産には、麦芽とホップ以外の使用を禁ずる法律が可決され、一種の英国式、ライン発芸ーとリンハイツジェバット醸造所を、困惑させた。これらの問題は1817年に、ホイーラーによる、パテントモルトの発明によって解決された。現在では、 ポーターは白い麦芽95%とパテントモールと5%から醸造することができるが、ほとんどのロンドンのビール醸造者では、風味付けのためにある程度の褐色の麦芽を使用し続けている。1800年までは、ロンドンポーターは、皆6から18ヶ月間大きな大樽、しばしば数百バレル入りの中で熟成されてから、パブに配達するための、 より小さな損へ詰め替えられていったのだが、必ずしも全てのポーターを熟成させる必要がないことが発見された。少量のごく古いビール、18ヶ月以上は買い、またはマイルドポーターに混合することで、古いビールに似た風味を作り出ことができるのだ。長期間格納しなければならないビールの量がより少ないので、これはポーターを製造するより安価な方法だった。 通常は2分量の若いビールに1分量の古いビールを混合した。1860年以降ポーターや古い味の人気が低下し始めたのでマイルドポーターがますます出回るようになった。19世紀末の数十年間で多くのビール醸造所がポーターの生産を中止し、スタウトを醸造し続けたのは1から2カ所だけだった。まだポーターを続けたものでも、 より弱くそしてより少ないホップで醸造した。1860年から1914年の間に、初期比重は1055から1040へ低下し、ホップ割合も36ガロンの樽あたり2ポンドから1ポンドまで落ちた。そこにはもはや、かつてはあれほど尊重され賞賛されたビールの面影はなかった。第一次世界大戦中には、穀物の不足により、 濃いビールの生産は制限された。アイルランドにおいてはより緩い規則が適用されたため、ギネスのようなアイルランドのビール醸造者が、瓶詰めスタウト市場を支配することを許した。しかしながら、ほとんどのイングランドのビール醸造所は、第二次世界大戦以降まで、ドラフトスタウトを醸造し続けた。それらは、戦前バージョンにより相当に弱く、およそ1914年の頃のポーターと、 同程度だった、初期比重は1055から1060から1040から1042へ低下した。かくして、シングルスタウトの範疇にまで弱くなったポーターは、ゆっくりと衰退することになる。イングランド産ポーターは1940年頃、醸造されたのが最後となった。ダブリンのバートシンノット、彼の父親は、ロンドンに3つのパブを持っていたわ、とある。 ロンドンのビール醸造所で爆画を誤って焦がし、それを使って醸造した製品が黒かったことから、ポータという名前が付いたと常々言っていた。その醸造所はこの誤りからできた製品が売り物にならないと考えたので、パブにビールを配達している二運び人に、この黒いビールを与えたのだという。あとは、事実の通り、良い話だが、しかしこれは事実ではない。他のいくつかのタイプのビール。 例えばドルトムンダーエクスポートも似たような事故の物語でその起源を説明している。アイルランドではポーターは増え続けるロンドンからの輸入ビールへの反応として1780年代頃最初に醸造された。ギネスは1790年代にポーターを導入したが数年間はエール紙も醸造し続けた。アイルランド、特にダブリンではポーターは プレーンポーターあるいは単にプレーンとして知られていた。これがフラン・オブライエンの詩、労働者の友の有名なリフレインで言及された飲料である。さらに、ソードクターの歌、ヘイ・ラップの中でも言及される。逆に、特別強いポーターが、スタウトポーターと呼ばれ、後のスタウトになった。プレーンポーターと呼ばれたビールは、今でもダブジンのポーターハウス小規模醸造所で、 上造されているが、ギネス・アイリッシュ・ポーターは1970年代の初めに制作されたものが最後取った。スタウトは、ポーターとは別の様式に変化した。しかし、今日なおこの区分けが適切かどうかには多くの討論がある。通常、あるエール種がポーターかスタウトかを決める要因は強さである。パテントモルトとして知られる黒くなるまで焦がした爆が1817年に、 発明されて以降、アイルランドのビール醸造者は、暗い色と焦げた香りをビールに与えるための褐色の、爆芽の使用をやめ、パテントモルトと白い爆芽のみを使用した。一方で、イングランドのビール醸造者は、ある程度褐色の爆芽を使用し続けたので、イングランドとアイルランドのポーター感に、様式の差ができた。またスタウトは、時々ローストした大麦。 発芽していないものを使用することがあり、それはコーヒーの風味を加えることができる。英国からバルト海の沿岸地域へ輸出されたポーターの影響で、その地域のビール醸造者が自身でポーターを作り始めた。今日ではバルト海に面したすべての国がポーターを醸造し続けている。バルチックポーターは普通のポーターよりアルコール濃度が高い。 バルチックポーターは、上面発酵ビール、つまりエール種様式の一種として18世紀に英国から導入されたもので、これが現地で製作され始めた時、現地の様式に影響を受け、現在では、ほとんどがラガービール様式の底面発酵ビールとして醸造される。多くのバルチックポーターもロシアンインペリアルスタウトの影響を受けた。過去20年の小規模醸造所の復興により、 ポーターの人気はやや復活し、多くの新しい種類が世界中で入手可能になった。ポーターはアメリカにおいて特に有名で人気がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。